どうもこんにちは、イです。今日サブ一発目のテーマは、4度 c の匿名宝飾店のニュースは見ましたかおそらくアパレルも同じようなものですよね。そうですね。まあ見ましたよ、ニュースは。まああの匿名でね、やって。まあ後半の方にかな、あの4度 c ですということを公開して。まあなんでしょうね、あの、4度 c がネットで色々言われてる、4度 c なんて、てんてんてんみたいな、あの風潮に対して。 で、実際物は素敵でしょみたいな。そのブランドで見られるとそうだかもしれないけど、物を見たら素敵でしょみたいな。そのブランドに対する偏見とか、逆にブランドのネームで価値を感じるみたいな、そういうことに対するちょっとアンチ的なね、メッセージというか、そんなのも込めてて、まあ面白いなっていうのは、まあ思いましたが、まあアパレルも近いところはあるというか、例えば無地の白 T、まあユニクロとかそういったタグとかね、全部取って、 じゃあ、無地の白 T を、じゃあ、ユニクロの空間で、えね、売ってたら、みんなそれが1000円とか1500円だっていうイメージがあってさ、手に取るじゃないですか。で、それに比べてどうだこうだっていう判断をするけど、じゃあ、それが例えば、エルメスやシャネルやビトンやディオールやグッチとか、そういう店舗の片隅に畳んで置いてあって、じゃあ、7万5000円ですとかっていうの書いてあったら、え、ちょっといいじゃんって言って買う人は買うと思うので、 まあ、そういうところは、まあ正直ありますよね。もうこの、なんていうの、そのブランドっていう、まあ看板、ネームで信頼感だったりとか、まあそこに価値を感じて買ってる人っていうのはたくさんいるから、まあアパレルも近しいところはあるんじゃないかなと。まあ特にね、ジュエリーはね、わかりにくいからね、その金属、ゴールドだったりとか、例えば石とかっていうのは、まあそのブランドで特有のっていうのは、なかなかないじゃないですか。もちろんバンクリだったりとかさ、まあカルティエのラブブレスとかああいうのみたいに、アイコニックなものもあるけど、本当にシンプルなリングです。 え、こちら5000円です。えー、10万円です。30万円です。って言われても。まあ、5000円と30万比べるとなんかちょっと違うけど、10万円と30万の違いがわかんない。とか、多分みんな多分そんなもんだと思う。だからそこが、もうカルティエって書いてあるのか、ティファニーなのか、みたいな。多分そういうところでみんな買ってるから。まあ、あれはい、いい、いい動きというか、ちょっと皮肉が効いてて面白いな、っていうのは。 まあ思いましたし、まあアパレルもそういう、あの、造形というかね、あの、こう、かりにくいものとかで言うと、そういうところはある。まあ、ね、生地を触ってとか、カッティングや縫製を見て、分かる人は分かるけど、多くの人がそうかって言ったらそうではないから、まあ白 T とか、多分デニムとか、そういうのでやられたら、うん、ね、わからない。1万円の白の T シャツと10万円の白 T ね、区別つきますかって言われたら、まあ、つかない人がね、本当ほとんどだと思うので、 まあ、アパレルもそういうもんなんでしょう。まあでもね、だからこそ、そのブランドってやっぱ重要というか、そこまで積み上げたものがすごいというか、ねえ、まあそういうのはあると思うので、まあそこもまあ面白さでもあり、闇な部分でもありっていうところなのかなっていうのは感じましたね。はい。次。えー、革靴ってこれからも値上がりし続けるのかしらもうそれは間違いないんじゃないかなと僕は思いますね。正直、どんなアイテムでもそうですけど、値下がりをすることって、 ないんです。過去に値下がりをした例って、なくないですかもちろんその前も言ったけどシーズンで調整が入ってみたいなのはあったりとか、 また、ジュエリーとかだと、ま、金の相場とか、ま、石の相場っていうのがある程度決まってたりするので、ま、それによって、ちょっと前後するっていうのは、ま、ジュエリーとか特にあったりしますけど、革靴とか、ま、単純なね、あの、プレタもそうですけど、ま、バッグとかも含めて、なんか去年一昨年より安くないみたいなことって、ま、あんまりないので、ま、円高になってね、急に円高でもうめちゃくちゃ円の価値がすげえぞ、みたいになったら、 まあね、その安く感じるっていうところはあるかもしれないけど、まあプライスが下がるってことはないんだけども、今の時点で正直売れちゃってるので、もうね、そこがベースになっちゃうから、うん、それを下げるっていうことは、まああんまりないのかなっていうのは僕は思いますね。はい。次。次が大人になったなと思った瞬間はありますか あー、どうかなまあ、大人の中だとまだ子供だなって僕は思ってるのでカテゴライズで言うと大人かもしれないけど、なんかまあ大人の大人には遠いというか、そう、大人の中では僕は子供だと思ってるから、そんなにそんなに、ああ、大人になったなって実感することは別にないけど、まあでも、ね、例えば周りの友達とかと喋ってる時に今後の将来がとか、例えばじゃあ結婚が子供がとか、そんな話をしだしてたりとか、なんかそういうのすると、まあ、ある程度年齢は重て、ね、 寝たところはあるかまあ、それがね、大学生の時に、いやー、最近結婚が、とか将来が、とか、そんなことって別に、そんなに喋んなかったので、まあ、そういうのはやっぱ感じるし、まあ、あとは、なんかあのー、なんていうかな、そぎ落とせてきた。 ライフスタイル的にも。なんかもう必要ない人とは正直関わらなくなってきたし、まあ、まだそれがギリギリなところなんだけど、この人面白いかもな、みたいな人だったらちょっと、ね、そういう人と繋がって、ね、ファッションのじゃあ何かをとか、まあ何かっていうのはあったりするけど、でもなんかその、なんていうんだろう、こう、必要のない友人というか、そういうのとかもう正直別に今から新しい友達あまあなんかビジネスパートナーみたいなのとかだったらいいけど、友達って欲しいかって言われると、 うん、いや別にそんないらないかな、みたいな思ったりとか、そういうこう、そぎ落としができてきてる自分がいるかなっていうのは思う。うん、それはあるかな。そこは大人になったなっていうのは感じまあでもね、大人の中の子供ですよ。まだまだやっぱ大人の大人とね、あの、喋ったりとかすると、いや、やっぱちげえなって思うので、まあまだまだですけど、そういうところは感じたりするかな。 うん。えー、次、最近、邦画を見に行ったのですが、コートの素材が安っぽくて集中できませんでした。これはもうさ、ネタでしょこれガチじゃないでしょ邦画を見に行ってってことは映画館で見てるでしょ映画館で見てそんな服の素材気になるなんか映画館で雰囲気にやられないもうあの、音と、椅子の感じと、ポップコーンと飲み物と、みたいな、なんか、あの、もうムードで、 なんかやられる気がするから、どうなんだろうね。コートの素材が安っぽい。なるほど。あ、まあでもね、衣装で見てる人たちもいるから別にそのな,なんか感覚が悪いことではないですけど。なるほどね。まあまあ、まあ、特に何か例えばファッションをコンテンツとしてる見せ方みたいな、 映画とかだったらちょっと特にあるかもね。そういうのは、え、なんでこれみたいなのはあるかもしんないけど、まあ普通のなんか、普通の方がだったら、まあ別にコートの素材はもういいんじゃないっていうのは、まあ思いますけど、まあある感覚としては面白いかも。はい。次。次は、ライセも男がいいですか僕は女性の K-POP アイドルが好きなので、ライセは女性として服を着たいです。あー、なるほどな迷うとこだなこれガチで返すと、ガチな感じで返すと、 男として、もう2、30年くらい生きて、その後に、またリセットできるんだったら女性がいい。そうだから、なんか、まだね、男のね、人生として3割ぐらいしか多分、知らない気がしてて、男というものとか、その世の中みたいなのそうだから、男という観点で、あと、倍ぐらい生きれるんであれば、 そこから、えー、女性にリセットしてみたいなのをやりたい。だから両方知りたいみたいなのはあるけど、今の瞬間だったら僕は男がいい。うん、なんかまだまだ、うん、知りたい,い,いし、まあもちろんファッションの観点とかで言うと、女性は素晴らしいと思うよ。それはね、もちろんいろんなアイテム切れるし、いろいろ幅も違うから、そりゃそうなんだけど、 うーん、僕は男がいいかな。今だったらね。じゃあもう明日から切り替わりますだったら男がいいかな。だからそれがしばらく男としてまでやっていけるのであれば、どっかで女性,女性に切り替わるみたいなのはありかなってのは思いますね。はい。次。次。K さんが販売時代にお客さんから言われて嬉しかったことはあー、まあやっぱ一つは、まあ、 ね、僕から、だから買ってる。僕だから買ってるっていうのはやっぱ嬉しかったよね。もちろんブランドが好きだけど、ケイさんがいなかったら、うん、買わないし、ケイさんがいるから、今ここに来てて、俺は買い物してる、私は買い物してる、みたいな。そう、だから僕休みの日には店に行かないんだ僕が出勤してたら行くけど、みたいな。そういう人とかは、まあ嬉しかった。 だから他のスタッフに、あの、その日だったらやらせるので、あの、来店いただいても全然問題ないですよ。こっちで準備しておきますって言っても、いやいや、ケイさんがいないんだったら俺行かないです。みたいなお客さんとかは、いや、それはまあシンプルに嬉しいことだなっていうのは感じましたね。まあね、そのブランドというね、存在もそうですけど、まあそれ以上にこう、自分というところに魅力を感じてくれてるっていうのは、まあ人生で言われることないじゃん。 なんかあんまり、その普段生活してて、いや、あなただから、みたいなことって言われることってあんまないから、それは単純にやっぱ嬉しかったなっていうのは、まあありますね。はい。次。えー、次がファッションに情熱を傾けるのをやめようと思ったことはありますかうーん、そうだね。情熱を傾ける。うーん、まあ、あるっちゃあるからまあ、その、 自分がスタイリングするというか、自分が着るという上では疲れたりとかっていうのは、まあ今までたくさんあったの。まあそれ多分今までのサブでも言ってるけど、もう疲れて何ヶ月も服買わないとか、もう一旦服いいわってなったことは何回もあるんだけど、その、なんかファッション全般で言うと、うんなんかもうファッション嫌いだわとか、もうファッションのニュースとかも興味ないみたいなのは、 今まであんまり、もちろんその上下はあるけどね、ある程度。だけど、それなんかもうファッションに情熱かけるのなんかもう俺もやめようみたいなのは、うん、ギリないかなうん、ないのかな無意識の中であるのかなまあ今はね、ほら、あの、YouTube っていうものをね、ファッションでやってたりするでしょで、まあ販売員時代の時は販売員で、やっぱ言ってもファッションだったわけじゃないですか。そうだからどんな形である、いろいろね、角度というか、携わり方は変わってるけど、まあ、ファッションと携わって生きてきてるから、 なんか、情熱がないっていう、ま、あそんな、情熱マックスですみたいなわけではないけど、ないとやっぱ、仕事にならなかったから、意外とそういう意味では僕は少ないかもね。そのファッション自体に、みたいな。着る上ではあったよ。もうもういいわ、みたいな。もうこんないいもの、高いもの買ってるのアホ臭いわ、みたいな。とかは、もう何回も経験してきたけど、それ以外、それをもっと含めた全般みたいなところで言うと、意外と少ないかも。だからこれは、仕事とかそういうの大きいんじゃない うん。やっぱりその、ね、今、まあ、一般職って言ったら変だけど、普通のね、ファッション以外の仕事をしてたりとか、逆にもっと専門性があるような仕事をしてたりすると、やっぱそういうのに情熱をね、注ぐじゃないですか。自分のタスクをこなしたり、やりたいことがあったり、目標があったりとか。で、ファッションってなると、まあ、疲れたりすると、もうファッションちょっといいや、みたいな。全般いいや。ちょっと今俺こっちやりたいし、っていうのはあるかもしれないけど、僕はそれがファッションに関わってたので、っていう感じかな。まあ、そこは大きいかもしれない。 次,次は、K さんが紹介しているウィークの海外スナップなどはモデルさんや活動者だけではなく一般の方のスナップなども含まれてますかあまあ、含まれてるんじゃない一部はあると思う。ただ、ま、メインはやっぱファッションウィークにそもそも、あのー、コレクションの会場に参加しに来てる人たちとか、ファッションウィークに参加してる人たちって、 一般ってまあなかなかないんですよ。超 VIP は別だけど、一般わけで招待されるけど、それ以外ってほんと身内だったりとか、ま身内ももうもはや活動者みたいになっちゃうでしょその、なんで身内ってその本当に家族じゃなくて、なんていうの、そのファミリーみたいなさ、あの、まあファレルの友達みたいな人たちとかもさ、もう要は活動者になっちゃうから、結構難しいんですよ。本当に一般の人って。そうだから意外といないんですけど、まあ、 何回か過去には本当に街角で撮られたみたいな人たちも紹介してはいるので、一部はいると思いますが、まあメインは例えばモデルだったりとか、ジャーナリストだったりとか、な、なんか例えばお店やってたりとか、メディアの人だったりとか、何かしらそういう人たちなので、まあ基本そこは、まあでもそれはもうそういうもんじゃない。ファッションウィークって東京みたいにそんな一般の人たちウェルカムでっていう感じではないから、パリとかはもう本当にガチガチにね、セキュリティもいて、本当にまあもう招待オンリーみたいな、 人たちだから。まあ、周りにね、一般の人たちっていうのはもちろんいるけど、やっぱ誰を取るかってなったら、そういう業界の人だったりとか、そういう人たちを取るのが、まあ、やっぱね、流れとしてはやっぱあると思うから。一般の人も含んでるけど、まあ、多くはないっていうのが、リアルなところかな。はい。次、次、スタイリングの中で各アイテムの価格帯の離れ具合とかって意識しますかうーん。 いやー、価格を意識するってことはないから。まあ、ちょっとこれニュアンス的な話ですけど、まあ、あえてのちょっとチープ感を出したりとか、まあ、この中に、例えばわかりやすく言うとなんかクリーンなスタイルの中に急にシュプリーム入れるみたいな、そういうこうギャップを作るみたいなスタイルがやるけど、別にそれはなんか価格ではない。ね、コートが例えばじゃあ数十万して、中のじゃあフーディが1万円だから価格差あってちょっと面白いなとか、そこではないから、まあ、あえてこういうタッチのもの入れようとか、そういう感覚、アイテムベースとかそっちベースなので、 価格っていうのは僕今までないかもね。あんまりスタイリングの中で価格がこうとかこうだからインナーのニットもこうでとか。そういうのはないかなうん。価格でどうのこうのっていうのはないっすね。もうあえてそういうの入れたりとか。まあ、そのね、もう買ってる時点でそこはなんか満足して買ってるからなんかその中で価格でどうのこうのっていうことは僕は今まであんまりないっすね。はい。じゃあそんなところで以上にします。皆さんご清聴ありがとうございました。バイバイ。